クリステン・ラウンケルクリステン・ラウンケルはデンマークの植物生態学者である。トーガの地表面からの高さで植物の生活型を分類し、群落内の種の分布を示す頻度の測定法を考案し、自然群落では頻度の両極端の種が多く、中間が少ないというラウンケルの法則を唱えた。西ユトランド、リンサグヌのレボンカーガードという名の農園に生まれた。 生まれた時の生は、ハンセンで、生まれた農園の名前から、ラウンケルと名乗るようになり1912年に、公式に改名した。コッペンハーゲン大学で植物学を学び、1885年に、修士の学位を得た。人文科学にも興味を持ち、1888年に、作家のインゲボルグ結婚した。1900年から、師範学校で教えた。 国外での多くの調査旅行を行い、西インド諸島、サントドミンゴ、イタリア、北、アフリカ、スペイン、南フランスを調査した。妻も同行し、論文のための図を描いた。1908年にコッペンハーゲン大学の植物学教授に就任し、1911年に生態学者、オイゲン・ワルミングの後を継いで植物学教授、 コッペンハーゲン大学植物園の園長となった。1923年までその職を続けた。インゲボルクと離婚した後、同僚の植物学者、セデリンと結婚した。ラウンケルの生活系分類。ラウンケルは植物の環境に対する生活型を、陶器の休眠中の休眠目の位置などで次のように分類した。ランクは植物の学名で命名者を示す場合に、 クリステン・ラウンケルを示すのに使われる。ありがとうございます。